どうも、こうきたこ焼き、大阪です。ルフィの夢の果てを考えます。5ヶ月前に出した動画では、1060話でルフィが一味に夢の果てを語った時に、すぐまとめてアップした動画なので、いろいろ雑なんですが、今回はその深掘りというか、わかりやすく刷新したブラッシュアップ版みたいな感じです。ルフィの夢の果てなんて考えてもわからないと思うかもしれませんが、1000話を超える作品で書かれてきたことをよく読み込むと、とっかかりは見えてきそうです。まず、夢の果てという言葉。これは一般的に使われるものではなく、尾田先生の作った造語みたいなものです。その夢の果てと同じく造語で、見た言葉としてワンピースで使われたのは、雲の果てです。空島から正界に降りる出口。この場所の名前がクラウドエンドなんですけど、その当て字されている言葉が雲の果てとなっています。雲は英語でクラウドなんで、果てはエンドと訳されている。つまり、雲でできた空島の端がエンドなので、雲の果ては単純に雲の終わりを表しています。それを踏まえて483話のタイトル、夢の終わり。これは表面上スリラーバークの悪夢の終わりを表す夢の終わりなんですけど、タイトルにしっかりとしたこだわりがあって、後に夢の果てという言葉を出すのに、ここで似た文言夢の終わりを意味もなく使うとは思えません。こういうところにこそ取っかかり、ヒントがありそうと考えられます。この回ではモリアの影の支配から解き放たれて、霧の隙間から太陽が現れて、海賊、海軍、一般市民といういろんな身分の人が一様に喜んでいます。しかも重要なのは、それが夕日じゃなくて朝日、朝に昇る太陽が強調されているところです。夢の終わりで太陽が現れ、各地の人が喜ぶ。これのスケールアップがルフィの夢の果てだと考えていて、夢の果てで太陽が現れ、世界中の人々が喜ぶ。じゃあルフィは何と言ったのか。フィルムレッドと連動したアニメの中で歌にも言われていたように、ルフィの夢は世界を変えるような夢になっているはず。さらにそれは子供っぽい夢で、それをからかう人もいれば感動する人もいる。ワンピースのラストには必ず世界の夜明けが訪れますよね。月や雲はよく空に描かれるのに、ほとんど太陽が描かれないことは有名です。明けない夜はない。と同じ意味の言葉。止まない雨はない。夜が明けたら太陽が出てくる。雨が上がったら虹が出てくる。この二つを合わせて虹色の太陽を作るというのが夢の果てかなと考えています。ルフィが言った言葉を想像するとすれば、俺は太陽を作るんだ。それも虹色のな、もしくは太陽を虹色にする、虹色に塗るみたいなことだと思います。理由は単純で、その方が世界が明るくなるから。まるでダンスホールの天井にあるミラーボールのようなものが空にあるイメージ。子供っぽい考え、かつウソップにできるわけないと完全否定されるほどありえない発想。でも世界が明るく変わるかもしれない夢の果て。おでんもそんなことをロジャーに大真面目に言われたから、度肝を抜かれたんじゃないでしょうか。ルフィは太陽の神ニカの能力者、神様ですから、もちろん神話とは切り離せなくて、いろんな神話で面白い部分といえば創世の話。創世とはつまり世界がどうやってできたんだみたいな、世界の最初の話。例えば北欧神話だと、巨人の体を分解して血を海にして、肉は大地、骨は山で、頭蓋骨は天空みたいな感じで世界ができたことになってて、かなりぶっ飛んだ発想で面白いです。ワンピースでさすがに巨人の体を解体してとかいう天地創造はないと思いますが、神様というキーワードが与えられたルフィには、そんな創世のような展開が当てられると思っています。虹色の太陽を作る、止まない雨はない、明けない夜はないから虹もつけとこうっ
っていう妄想じゃなくて、さっきのスリラーワークの夢の終わりの直後にも丸虹が登場していたり、虹がなぜか匂わされてるんです。いつも動画の最後におまけみたいな感じで映像だけでこのデデデデデンっていう BGM のやつつけてると思うんですけど、5ヶ月前に出した夢の果ての動画でも最後にそれをつけてて、そのおまけの意味がわからないっていう声をその時から今もまだもらってて、今日はそこを深掘ります。まずそれをそのまま見てほしいです。ルフィが夢の果てを言う見開きページの構図が表す意味みたいなやつです。50秒ぐらいです。1回見てください。これ一発で意味分かってくれた方がどんだけいるかわからないんですが、多分初見だと何を言ってんのって感じですよね。これを詳しく解説しています。まずそもそも小さな違和感があったのは、この一味の並びで何も意味がないなら、桃之助が一味の名前を仲間になった順番で呼んでいたように、ゾロ、ナミ、ウソップ、サンジと順番に並べるのが普通に見えます。この有名な仲間がいるよのコマでも、ゾロからブルックへと仲間になった順番に並んでいます。なのにこの見開きではこの並びなので、なんかいびつに感じました。サニー号から始まってゾロ、ジンベイ、ナミでチョッパーまでの並び、結論的にはこの並びが虹の発生を表していると考えていますっていうのが、さっきのおまけ動画の意味です。まずこのページを見た時に、左端のチョッパーからフランキーまでのイメージカラー、ピンク、紫、青、水色をグラデーションになってる。ってことは虹色に並べられてそうと思ったんですけど、そのまま行くと黄色、白黒、オレンジ、黄土色となるので虹色じゃないんです。ただ左の4人がグラデーションになってるのがやっぱり気になりました。 SBS で1ページ丸ごと使って詳細に語られたように、虹というのは太陽光がスクリーンを経由して虹色に見えるという現象。この見開きでもよく見ると、右端にはサニー号、千の海を太陽のように越える船なので、サニー号の船首は太陽を表しています。右端の太陽から始まって、左端で虹になっている。太陽光とは当たり前ですが、光です。虹とは、その太陽光がスクリーンに反射してできる光の分解映像みたいなもの。その分解される前の光の色は、もともと青、緑、赤の3色。いわゆる聞いたことあると思いますが、光の三原色ってやつです。このコマに色付けすると、青いジンベイ、緑のゾロ、赤い太陽のサニー号、右から三人は太陽三原色、そして左の四人は虹。となると虹の発生で考えると、真ん中にあるのはスクリーンです。スクリーンとは何か？スクリーンとはつまり幕のことです。この1060話付近で出てきた和の国で何度も出てきた幕といえばこれじゃないですか。オレンジ、黒、緑、これが見事に真ん中の残された3人、ナミがオレンジ、ブルックが黒、この時のウソップのカラー緑、ナミ、ブルック、ウソップに合います。つまり
太陽光が膜を経由して虹になる。自分は虹が夢のキーワードだと考えているので、右の6人は見たままの色で、夢を表す左の4人は見たままの色ではなくイメージカラーで並べられている。だからさっきの説明の中で、ウソップはイメージカラーの黄色ではなく見た目の緑で、サンジは見た目の黄色じゃなくイメージカラーの青で捉えました。イメージカラーの4人はルフィの頭の上、想像の中のように位置づけられているのかもしれません。ついでに虹の反射角は42度。このルフィのいろんなとこに42度がありました。まあ、これはたまたまですかね。こんな感じで、夢の果ての見開きページに、こういう虹の要素が隠されてると考えれるので、夢の果てには虹がキーワードかなと考えられます。この虹の発生を表してるんじゃないって話、伝わってるかどうかぜひコメントで教えてください。もしルフィが太陽を作ったりするなら、一度犬様や黒ひげが世界を闇で包む展開がありそうです。むしろルフィと同じ夢を持ってたであろうロジャーが、それを叶えなかったというのは、できなかったんじゃなくて、その時期じゃなかった。一度暗闇に包まれる必要があったという可能性も考えられます。今日の動画の最後のおまけは、ルフィがその虹色の太陽を作るとき、大爆発が起きると考えてますって話。最近配信も開始されたフィルムレッドの歌に注目みたいな感じで、今回は以上です。